どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中の人、エルザです。今回は現在のガチャで登場している昇級と肌身のどちらを引くべきかについてまとめていきたいと思います。どちらとも使用シーンさえ決めてしまえば非常に強いキャラとなっていますが、選ぶとなると難しいキャラになりますよね。そこで今回はガチャを引くことに焦点を当てて、ガチャを引くポイントから最適な編成の違い、引かなくてもいい理由などをまとめて紹介したいと思います。今回の内容はどちらとも実装から無凸無持ちで使用しての判断となりますので、参考になれば嬉しいところです。それでは早速解説していきたいと思います。まずは昇級のガチャを引くポイントについて話していきたいと思います。大きく2つあります。まず1つ目、必殺技アタッカーと相性がいいという点です。昇級は必殺技の火ダメアップデバフがあるため、必殺技を多く回したり、必殺技自体が強力なキャラと相性が良くなっています。必殺技を中心に立ち回るアタッカーと合わせるとダメージを飛躍的に伸ばすことができますので、必殺技型アタッカーを使っている方にはおすすめのキャラとなっています。それでは必殺技アタッカーの代表例を紹介したいと思います。まず1人目はヨミですね。必殺技の火力だけでなく残務獲得にも貢献できるため相性が非常にいいです。昇級1人いるだけで全然変わりますからね。続いてウンリです。必殺技の回転率が高い上に兵頭を集めながら戦うことが可能です。そのため昇級の被弾を抑えながらカウンターで大ダメージが狙えるっていうのがありがたいところです。昇級自身かなり防御力を上げるのが難しいところがありますので、耐久面の確保という意味では運理に肩代わりしてもらえるっていうのがあります。続いて3人目はアルジェンティです。必殺技が強力なキャラとなっていますが、攻撃範囲が広いことと頻度が多いっていうのがありますので、意外と相性のいいキャラとなってます。なのでダメージを上げるなら単純にデバッファーの昇級と相性がいいというところになりますね。続いて2つ目のポイントです。持続編成やデバフ枠として優秀というところですね。昇級は全ての攻撃で昇陣のデバフを付与することが可能となっています。この昇陣は燃焼として扱われる仕様となっていますので、敵のターンで定期的にダメージを与えれるようになってますね。さらに必殺技を使用すれば敵のターンでも昇陣を付与することが可能となります。これは結界の効果によるものですね。なのでデバフを切らさない要因としては非常に優秀というところがあります。しかも蓄積できれば火ダメの数値もどんどん上がっていきますので、そういったところも魅力的なところかと思います。ではこの持続編成やデバフ枠として優秀というところですが、代表例も紹介していきたいと思います。まず持続の代表としてはカフカですね。燃焼の起爆薬として相性が非常に良くなっています。持続編成枠の炎枠では今まで経年封印を使用していましたが、それを昇級で賄えるという風になってますね。しかも頻度も多くなってますので、持続のダメージ発生が多いっていうのも特徴となってます。できれば2凸した昇級を使いたいっていうのがありますね。続いて2人目はレイシオです。デバフの数によって回心率ダメと余ダメがアップするため、デバフ付与を高頻度でこなす昇級と相性がいいところとなってます。意外とデバフ付与って単体に対しては多いんですが、敵全体にまんべんなくするっていうのが難しいところがありましたので、そういった意味では、霊障と昇級は相性がいいところとなります。続いて3人目は経内粉です。燃焼の起爆と低いの相性が良く、炎弱点の敵であれば、昇級とデバフの相性が非常にいいところとなります。2人でガンガン敵の火ダメを上げていくってことができますので、メインアタッカーがより火力を出しやすいってことができます。また昇陣に関してですが、経内粉の燃焼の起爆で発動するものとなっていますので、その点も相性がいいところとなりますね。昇級のガチャを引くポイントとしては大きくこの2つとなります。必殺技アタッカーか持続編成という特殊な編成になりますので、そういった編成をよく使う方にはおすすめできるかなというところになります。正直読みの強化目的で引くのは全然ありかなと思いますね。続いて花火のガチャを引くポイントについて話していきたいと思います。花火についてもポイントは2つあります。まず1つ目、 SP を大量に使用するキャラと相性がいいというところです。花火は SP の最大値がアップするだけでなく、必殺技による回復も可能となっています。そのため SP 消費の激しいアタッカーとも相性が良くなっているってところになりますね。枯渇気味の編成に入れるほど恩恵が大きくなるのがポイントというところです。これに関しては後ほど話していきたいと思います。では SP 回転の速いアタッカーの代表例について紹介したいと思います。まず1人目は陰月ですね。すでに SP を大量に消費しないと火力が維持できないキャラとなっています。なので SP を少しでも緩和できるってことを考えると、花火や必須級に合わせたいっていうのがありますね。
正直陰月の編成に花火いないと辛いなっていうことがありますので、陰月メインで使う方にとっては花火は必須かなと思います。続いてゼーレです。スキルで追加ターンを獲得しながら立ち回るってことが多いので、継続した攻撃をするには花火の SP 最大化と回復が非常に相性良くなってます。しかも会心ダメも上げることが可能ですので、よりゼーレの火力を伸ばすことが可能となっています。漁師キャラっていうところでも相性がいいところですね。続いて3人目は静寂です。 SP を大量に消費して余ダメアップを蓄積するため相性がいいところとなります。 SP を一気に消費するってことがありますので、そういったところも相性がいいポイントとなりますね。さらに漁師バフも受け入れるので嬉しいところとなります。静寂の場合は漁師染めパーティーで使うことが多いので、ゼーレと似たような感じでバフの恩恵が受けれるキャラとなっています。続いて2つ目のポイントについてです。カウンター型には必須級に欲しいというところですね。花火のスキルに関しては会心ダメージアップの効果があり、会心率を守るカウンター型に欲しい要素となってます。カウンター型は会心率が必須項目となっていますので、会心ダメを伸ばすっていうのが結構難しいんですよね。なのでそういった意味では相性が良くなっています。さらに行動順は 50% アップと控えめではあるんですが、攻撃力重視で速度が遅いカウンター型にとっては SP 管理と合わせて嬉しい強化ポイントとなってます。カウンター型のキャラに関しては自分の特徴を伸ばしつつ花火でそれをカバーするってことができるので、相性のいいキャラとなってるんですよね。まあバランスが良くなるっていうところになります。それではカウンター型の代表例について話していきたいと思います。まず1人目はウンリですね。会心ダメージを盛りにくいキャラなので、ダメージの底上げとして花火と相性がいいです。いるだけでダメージが全然変わってきますね。またスキルの拡散攻撃も積極的に使いたいっていうのがあります。まあ EP 回復目的のためですね。なので FP 回復も嬉しい要素となっています。続いて2人目はクラーラです。ウーニと似たような恩恵が受けれるため基本は相性がいいっていうとこですね。カウンター後にスキルで反撃のインを起動できるので、行動順のコントロールとしてもとても相性が良くなっています。もともと花火が相性が良かったのはクラーラとなりますので、まあその編成に運気を入れ込んだっていう感じになりますね。どんどんカウンター型が増えてくれば、花火の活躍具合も大きく変わるのかなと思います。花火に関しては2つポイントを話しましたが、SP の消費をどれくらいするかによって恩恵が変わってくるんですよね。SP 消費で余ダメがアップする効果などもありますので、SP 消費が激しい編成に入れるほど花火の効果としては上がってくるっていうところがあります。なので、なんか戦ってて SP が足りないなっていう方にとっては、花火は引いてもいいキャラかなと思います。それでは続いて編成から見た扱いやすさっていうのを比べてみたいと思います。まず、昇級に関してですが、読み編成が扱いやすいですね。編成としては、読み、アベンジュリン、昇級、トムキャラっていうところになります。読み編成が一番最適っていうところありますね。特に無凸の場合、読みの編成が一番相性がいいです。また、この編成の場合、残り1枠を虚無枠で対策ができるっていうのも嬉しいところです。属性相性に合わせるとかですね。まあ、なので、この場合、ブラックスワンとかカフカを入れるのが良かったりします。続いて、2つ目の編成としては、カフカの持続編成っていうところですね。カフカ主軸っていうのが大事です。編成としては、カフカ、ブラックスワン、昇級、ホホとなります。ルアンの代わりとして入れるのもありっていうところですね。またルアンを入れるならブラックスワンと長期を入れ替えて属性相性で選ぶっていうのもいいところです。意外と対応力が高い編成ではありますので、扱いやすいところかなと思います。ただキャラを集める難易度が高すぎるっていうところですね。長期の編成に関しては読みカフカ編成が一番いいのかなと思ってます。まあ持続か読み編成かみたいな感じですね。そこに組み込むのが現状としては最適となりますので、星5のキャラをなるべく集めてうまく組み合わせるっていうのがいいかなと思います。組んでしまえば扱いやすさはあるんですが、組むまでが大変っていうところですね。それでは続いて花火を見ていきたいと思います。花火の編成一つ目としては読み編成ですね。メンバーとしては読み、アベンチュリン、花火、長球となります。これに関しては、昇級が得ることによって、残務獲得が可能となりますので、無凸でも花火を入れて問題ない程度になります。ちなみに、こちらの編成でも、裏には余裕でクリアができます。あとは、残務獲得に関して特に不満は感じないっていうところでしたね。意外と、昇級と花火を2人両方とも持っている方は、この編成が使いやすいのかなと思います。まあ、予備の2凸とかやってたら、より強力になる編成というところですね。続いて、キャリー編成についてです。花火、ウンリ、ロビン、ポポとなります。運理の部分はアタッカーに変えれば対応力の幅が広がるっていうところです。
まず代表として運輪のキャリー編成で活躍できるっていうのがいいですね。この編成よく使ってますが、使い勝手がよく楽しいです。また手数と火力の両立ができるっていうのが嬉しいポイントになります。意外と調和キャラとか豊穣キャラを入れた場合って FP の消費が激しいところがありますので、そういった点では花火と相性がいいんですよね。アタッカーもサポーターも SP を常に消費しながら戦うことが可能となりますので、花火を入れてキャリー編成をするってのもいいかと思います。花火に関してはキャリー編成をうまく使えばいろんなアタッカーと組ませることが可能なので、昇級に比べると編成幅っていうのは非常に広くなっています。そういった点では星4とかでも相性がいいのがありますので、合わせやすいなっていうのがありますね。まあ、特に静寂とかSP を大量に消費する強いアタッカーっていうのがいますが、そういったとも合わせれるので花火の方がより幅広く扱えるのかなと思います。まあ、編成だけを見た時の扱いやすさっていうところは花火の方がいいのかなと思いますね。それではそれぞれ引かなくてもいい理由というのも話していきたいと思います。ここに関しては実際に使っていて感じた部分っていうのを紹介したいと思います。まず昇級に関してです。特定のアタッカーが必要というところですね。昇級に関しては読みやカフカが必須級となっており、昇級自身を生かすなら必ず欲しいところとなります。ここが特定のアタッカーというところになりますね。またデバッファーの活用も今のところ少ないのも優先度としてはちょっと低くなりがちっていうのがあります。デバッファーで有名なのはペラがいますが、ペラの対応としては枠が決まってますからね、それと同じような扱いになってるっていうところです。なので優先度はちょっと低くなりがちかなと思いますね。ただし予備の編成に入れるとかなり予備の回転率が上がりますので、このあたりは一長一短かなというところになります。まあ、予備を持ってない人からすると引く理由というのがちょっと下がるかなというところですね。続いて花火です。花火に関しては SP 消費に依存してしまうというところです。花火の特徴は SP の緩和になりますが、 SP を大量に消費することで夜なめアップのバフがあるため、常に SP を消費するアタッカーでないと損をするというところになります。このあたり経理をイメージするといいかなと思いますが、 SP を全然消費しないアタッカーの場合、花火をうまく使えないということがあります。結構アタッカーを選ぶところはありますね。なので編成を組んでから SP 調整は必要な部分となりますので、場合によっては手動が推奨されるキャラとも言えます。この2人に関しては特定のアタッカーが必要というのがあります。まあ条件が必要というところですね。なのですでにそのアタッカーを持っているのか、復刻を待つ余裕があるのか、それ次第でガチャを引くかっていう理由になりますので、その点を見直してみると一番いいのかなと思います。それでは最後です。花火と昇級のガチャ優先度について話していきたいと思います。まず既存のキャラだけで考えた時でガチャの話をしていきたいと思います。個人的には花火昇級の順ですね。でこれに関しては調和キャラで強力な花火の方が優先度は高いという理由になります。花火と昇級を比べた時ですが、編成幅や扱いやすさを考えると花火の方が優先度は高くなっているっていうのがありますね。花火がいないと成り立たない編成などもあるため、既存のアタッカーのことを考えると花火の方が優先度は高いかなと思います。また調和キャラに関してですが、全員仕様が違うっていうのがあって被りがないため、結構強力なキャラっていうのが多いんですよね。そういった理由もあって優先度は高めとしています。読み一人のために昇級を引くのかって考えた時に、汎用性を考えたら花火の方がいいのかなっていうところになります。ただし優先度が変わる理由っていうのももちろんあります。それが次です。読みやカフカ持ちなら優先度が変わるっていうところですね。これに関しては強力なアタッカーを徹底的にサポートができる昇級の能力があるからです。昇級に関しては現在強い読みの編成に組み込むってことはできますし、対応力の高いカフカ編成に入れることも可能となっています。もともとこのどちらかを主軸で活用しているのであれば、正直花火よりも優先度が高くなります。まあ、読み編成とかの話なんですけど、ホタルが出てきてホタル編成が強すぎて使う頻度が減ったっていうことがあるんですよね。まあ、そういうこともあって読みをそもそも使ってないとなると昇級を引いても損をする可能性があるので、まあ、すでに読みとかカフカの編成を主軸で使ってるなら昇級に関しては気概のあるキャラになるのかなと思います。特に読み編成に入れた場合、裏庭の攻略が本当に楽になりますね。それだけで引く価値はあるかなっていうぐらい変わってきます。なので読みやカフカを主軸としてガンガン使っていくっていう方には、優先度としては花火より上になるかなっていう予想になると思います。それでは最後、ここに関しては完全な予想というところで話をしていきたいと思います。
バージョン 2.5 で適性が増える可能性もあるということですね。これに関しては飛翔が必殺技特化の場合大いに化ける可能性があるというところです。飛翔に関してですが、必殺技の攻撃回数というのが多くなってましたよね。ストックとしては6から12というところでヒット回数が本当多くなっています。そうなった場合、昇級のデバフと非常に相性がいいポイントとなるんですよね。必殺技の火ダメアップとか、このあたり非常に相性がいいです。なのでチャージの取得との関係性は不明というところはありますが、ダメージアップ要因としては活躍できるキャラかなと思います。そうなってくると弓に並んで飛翔まで相性のいいキャラとなってきますので、強力なアタッカーの時には昇級は必須級のキャラとなってくる可能性が今後あります。必殺技の火ダメアップだけでめちゃくちゃ強いですからね。そういった意味では先を見越して引くっていうのはありかなと思います。結構最初の方でね、花火の方を持ち上げたんですが、こちらに関しては汎用性が高いっていうのを重要視して評価しています。なので汎用性は別にいらないかな、それなら一つの編成を強化したいなっていう方にとっては昇級を選ぶことがおすすめとなりますので、そこだけは注意するようにしてください。個人的には昇級引いて別に損をしたってことはないので、まあ、どちらが強いかというと正直難しいキャラだなと思いますね。そもそも土台が違うキャラなので、どっちが優先度高いかって言われるとあれなんですが、まあ、そういったところを考えた時には汎用性っていうところで花火が一歩リードかなっていうふうに今回は判断しています。その点だけはご了承ください。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。